運営の動きがおかしすぎるって。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。公式ツイッターは毎週月曜水曜金曜に更新されるんですが、先週はホッコリーとジモンの2種類が2日にかけて紹介されました。1週間で基本月曜水曜金曜の3回しか新情報が公開されないのに、その枠をギアブランド紹介だけで2つ埋めてるんですよね。まあネタに困ることもあるだろうせ、1回なら仕方ないかと思っていましたが、まさかの今週も2回ギアブランド紹介がされました。ポタックスとシグレニです。今までこんなことなかったので違和感がすごいです。で、気になって調べてみたのですが、ここまで紹介されてきたスプラス3のギアブランドはホッコリー、ジモン、アロメ、ロッケンベルク、クラーゲス、ヤコ、エゾッコ、コーリマ、ポタックス、エンペリー、バトロイカ、シグレニ、タタキケンサキ、アナアキ、バラ寿司、七輪の16種類で、まだ紹介されていないのはアイロニック1つのみです。アイロニックが紹介されたらギアブランド紹介はコンプリートということで終わっちゃうんですよね。新ステージ紹介とかと合わせて週に1回ギアブランド紹介をしていれば、まだギアブランド紹介は長生きできたのですが、急に終わりを迎えようとしています。不自然にコンテンツを消化しているようにしか見えないため、来週スプラス3ダイレクトが来る伏線なのではないかなと個人的には考えています。やはり新ステージやヒーローモードの続報は盛り上がるので、そういうネタはスプラス3ダイレクトに取っておいて、それまでのつなぎでギアブランドを先に紹介していたように見えます。来週からちょうど8月に入りますし、夏休みシーズンですし、発売約1ヶ月前ですし、スプラ3と発売が入れ替わったと言われているゼノブレイド3は本日発売されましたが、来週スプラトゥーン3ダイレクトを公開するのであれば、スプラトゥーンとゼノブレイドの情報が喧嘩することはなさそうですし、むしろゼノブレイドのバトンをいい感じにスプラトゥーンに渡せて、いろいろとちょうどいい気がします。来週は最後のギアブランドアイロニックが紹介され、スプラトゥーン3ダイレクトの告知、そしてスプラトゥーン3ダイレクト公開と公式ツイッターが動くと僕は予想します。もちろん盛大に外れる可能性もありますが、ギアブランド紹介の流れは明らかに変なので、何かしら活かした新情報は公開されるでしょう。来週は今まで以上に期待の1週間になりそうです。というわけでいかがでしたでしょうか。今回は必要な情報をギュッとまとめて、あえて短めの動画にしてみましたが、たまにはこういうのもいいかもしれないですね。とにかく来週が楽しみです。何か新情報をキャッチしましたら動画にまとめていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモ、それではまた、アディオス。